こんにちは、ボディメイクトレーナーの中塚ゆかりです。今日も一緒にストレッチをしていきましょう。はい、ではですね、今日は外にいますので、外のね、あの空気を感じながら大きく深呼吸をしていきます。肩の力を抜いてください。はい、じゃあ皆さんもね、自然の中にいると思って一緒に呼吸をしてみましょう。で、大きく息を吸います。気持ちよく息を吸ったら吐いてください。普段ね、あんまり大きく深呼吸しないと思いますけども、あの部屋の中にいたとしても自然の中にいる感じで息をたくさん吸ってくださいね。はい、です。ではですね、体を少し上の方に引き上げていくというようなことをしていきます。横から見てもらった時に、体がどうしてもこうだんだん縮こまってきます。肩が入ってお腹が曲がって膝が曲がって顎が出てくるっていう風になってしまうんですけど、これをまず下から足をつけて膝を伸ばして、その上に体を持ってきますね。だけどこれだけだとまだお腹が縮んでいるので、手を上げていきたいんですけど、手を上げる時にこう肩から上げるんではなく、お腹を引き上げたいんですね。お腹を引き上げるストレッチをしていくんですけど、軽くちょっとこう足を前後にしといてください。重心が、あのバランスがいいように。で、この後ろにある方の、今私右足が後ろなんですけど、右手をスーッて上に上げます。肩じゃなくてスーッて上げた時に、手から足がまあだいたい斜めになるようにします。今これ肩の腕の長さの分だけ上がってるんですけど、ここ脇の下から肩甲骨にかけてぐーっと上げてもらうと、これだけ手が伸びますね。もう一回やってみますね。普通の手の長さはここですけど、この脇を伸ばしてあげるとこれだけ伸びます。この引き上げていくっていう動作を足を使って行っていきます。さらに上にぐーっと伸びる、戻す、ふーっと伸びます。手には力が入っていませんので、こうグッと伸ばすというよりはスーッと伸びていきます。ここの脇を伸ばしていくことで美しいウエストのラインを作っていきますのでね、スーッと伸びてください。反対もやってみますね。ここからスーッと伸びてください。で、ポイントは今こう足を前後にしてますけど、この状態でやると少し腰がグキッとなる可能性があるので、必ず前後にしておいて、安定した状態でウエストを引き上げていきます。で、ずっと伸びた時に指先から足がスーッと上に伸びていく状態ですね。はい、です。これで体の横の方が上に引き上がってきます。ぜひあのウエストを痩せたいなという方はね、やってみてください。